どうもこんにちは、ゆうへいです。さあ、登場からね、いきなり汗だくなんですけども、前回の動画でね、上がってると思うんですけども、ココイチのカレー何回までいけるのかっていうのにね、挑戦したんですよ。で、前回の動画で5辛のカレーを食べております。そしてギブアップしたんですけども、それがこれ、ココイチのほうれん草カレーの5辛です。これね、めちゃくちゃ辛い。もう全部は食い切れないんで、まあこの後ね、今昼なんですよ。なんで、まあ晩ご飯にどうにかして食べようと思ってるんですけども、まあ汗だくになりました、ほんまに。まあ今現在も汗だくなんですけども、でね、ちょっと調べてみたんですよね、そのインターネットでココイチのカレーを。まあその何を調べたかっていうと、ココイチのカレーってトッピングとかもいろいろあるから、どれが人気なのかなと、せっかくだから、まあ人気のやつ食べたいじゃないですか。で、調べてたら、その辛さの説明とかも書いてあったんですけども、ココイチのカレーってね、普通から始まって、1辛から10辛まであるんですよ。だからまあ、11種類とかあるのかな。で、あと甘口とかもあるんで、まあ、もっとあるんですけども、で、1辛だったら、その一般的なね、まあ辛さ程度と、で、2辛は1辛の2倍ってなってるんですよね。で、3辛は1辛の4倍なんですよ。で、4辛は1辛の6倍になってて、前回この 4辛を食べたんですけども、で、今回この5辛っていうやつは1辛の12倍なんですよ。だから4辛は6倍なのに、5辛で一気に12倍になっちゃってるから、めっちゃ辛いわけですよね、突然に。どういうことと、いうことなんですよね。びっくりしましたよ、これ、ほんまに。だから、まあ、そらだいぶ辛いよねっていうことですよね。なんでさ、もうちょっとさ、ね、4で6なんやから、5やったら、8倍くらいにしてくれたらええわけじゃないですか。だけど、一気に、12倍ということでね、飛んじゃったわけなんですけども。ちなみに8辛やったら1辛の16倍らしいですね。じゃあ6辛7辛はどうなんでしょうかということなんですけども、6辛以降は今までに5辛を完食された方のみ注文できます。ああ、というわけなので、まあそらね、なんでかわかんないですけど、だから僕はこの5辛を完食できなかったので、6辛以上はね、注文できないということになりますね。どうやって証明するのか分かりませんが、まあでも5辛完食できへんねんから、まあ、わざわざ6辛買うわけないんですけども、いやー、でもこの5辛を、まあね、まあ、僕じゃなければ、辛さの耐久性が強い人であればね、まあ5辛これいけると思いますけども、僕はちょっともう限界ですね。まああと1時間ぐらい置いたらいけそうではあるんですけど、これ食べ進めてるうちにね、辛くなってくるんですよ。最初の一口二口三口ぐらいまではいけるいけるみたいな感じでしたけども、ちょっと休んだりした時にもうなんかもう一気にもうなんかもう無理みたいな感じになっちゃって、まあうだうだ喋りながらギブアップということになったんですけども、さあ、それではね、これから晩ご飯を作りたいなと思います。はい、おというわけでね、晩ご飯なんですけども、このカレーですよね、この激辛カレーをなんとかね、したいなと思います。とりあえずイメージとしてはドライカレーですね。このカレーにこのご飯を足して、あとはこの追いほうれん草、これね、ほうれん草カレーなんで、さらにほうれん草を足したりして、まあ味を薄めるというか、そんな感じにして食べたいなと思います。さあ、それではまずこのほうれん草をね、軽く洗いました。これを適当な大きさに切りまして、炒めようと思います。そしてトマト、これもね、入れちゃおうかなと思います。カレーとトマトなんて合うでしょう。し
正直言ってね、このトマト古くなってきちゃってるっていうのもあるんでね、消費したいなというのもあるんですよね。ベーコン、これもね入れとこうかなと思います。やっぱり肉感も欲しいですよね。肉感もね。はい、今現在こんな感じ。なんか美味しそうですよね。ええ感じのサラダみたいな感じなんですけども、ちょっとねこの油をまあ周りにちょろっと入れといて、添加。炒めます。まあこいつらはね生でも食べられるもんなんで、まあ、ちょろっとね熱くなればいいかなという感じです。ほうれん草がしなっとしてきたのでこんな感じで OK。 というわけでこれを一旦脇に避けといて、次に卵ですね、これを入れます。なんかめちゃめちゃ下手くそなスクランブルエッグになりましたが、まあいいとして、この、サラダみたいなやつを戻します。そしてこの激辛カレー入れます。もう匂いだけでも辛い。もう二度とチャレンジしたくないですね。そしてライス、これもね入れておきます。よっ、 OK。 これをええ感じに混ぜ合わせれば完成です。じゃじゃん、完成。どう、これココイチの5辛のカレーで作ったドライカレー、そしてアホの一つ覚えの新玉スライス。さあどんな感じなんでしょうか。結構美味しそうですね。意外や意外。それではちょっと食べてみようと思います。さあそれではいただきます。どんな感じなんでしょうか。ココイチの5辛のカレーで作ったドライカレー、もうめちゃ辛やったですからね。これもまた激辛やったら嫌なんですけども、だいぶ薄まってるはずですよね。ではでは、うん、ん、ああ、はいはいはい。いや、あんまりね味がないレベルかもしれないですね。あ、でも辛さはある、辛さはあるけど味は薄いなという感じです。ちょっと意味わからんけど、うん。でもこれなら全然食えます。普通に食べれる。まあちょっと辛みは感じるけれど普通に食べれる味です。ピリ辛感はねそれなりにあるけども、まあ人によってはね味がちょっと薄いかなと思う人もいるような感じ。辛いにもかかわらず味がねちょっと薄く感じる人もいると思います。若干味がね薄いので、この福神漬けと一緒に食べるとねなお美味しい。うん、まあまあ。そして口の中をねさっぱりさしたいときは定番の新玉スライス。うん、なんだかんだ辛いけどまあ美味しいですね。それなりに辛いけどもまあ食べれる辛さなんでね大丈夫です。この追いほうれん草がね意外や意外なかなかいい働きをしているような気がします。うん、そういえばなんですけど、僕ね昨日珍しくワインを開けまして、でまた全部飲んでないんですよね。なのでちょっとその残ってるワインをね飲んでみようかなと思います。はい、こちらこれワインなんですけども、あのまあ瓶からねこのボトルに入れ替えました。これをね飲もうかなと思います。このワインね結構美味しいんですよね。僕の実家にあった古いワインなんですけどね、なかなかいい感じなわけです。ではうん、うまいうまい。冷蔵庫でね一応冷やしておいたんで、まあ冷たくて美味しいですね。うん、
うまい。このワイン、なんかこの正体不明のワインなんですけども、結構ね、カレーとも合うような気がします。このワインね、昨日開けたんですけども、昨日はね、このワインを飲みながらピザを食べまして、まあ、その時のね、動画も上がってると思うので、ちょっと見ていただければと思うんですけども、昨日ね、久々にワインを飲んで、結構ね、酔っ払ってしまったんですよね。何なんでしょうかね。そのワインを飲んだ量で言うと、まあそのこれが残るぐらいなんで、まあ半分以上は飲んだとは思うんですけども、まあワイン半分以上とビールですよね。ビールを1本かな飲んだんですよね。それでね、結構酔っ払ってしまったんですよね。だから、その時の動画上がってるんですけども、まあ動画の中でも酔っ払ってるし、でね、今朝起きて、なんとなくね、もうあんまり覚えてなかったですもんね。その昨日のことを。だからね、その自分でその動画編集しながら、あ、自分こんなこと喋ってたんや、みたいな、そんな感じでしたね。ちゃんとね、エンディングまで、動画撮れてるのかなと心配しながらね、ちょっと動画編集に挑んだんですけども、まあ酔っ払いながらもね、一応ちゃんとエンディングも撮ってて、まあ動画は一本仕上がったんですけども、まあっていうぐらいね、なんかついついこの久しぶりにワインを飲んで酔っ払っちゃったっていう感じでしたね、昨日はね。はい。まあこんな感じでね、このチャンネルでは僕の日常の動画をいろいろと上げております。僕ね、以前はドイツに住んでたんで、ドイツの動画を上げておりました。そして2年ぐらい前に日本に戻ってきてからは、実家でね、ニートの動画を上げたりですとか、今現在は大阪で無職フリーターの動画を上げておりますので、もしよかったらですね、他の動画も見ていただいて、このチャンネルの続きが気になる方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。